ついいく6年から始めました、兵庫をさんさん照らすテレビ、その光が少し燃えて四国でも映ることあるねんて。阪神淡路大震災の後は CM なし1週間放送、今も防災に光当てポカポカ安心届けたいのです。イエーイ。最後まで生中継欠かさない、今日試合あんのっておっさん様から電話のベル鳴るほどタイガースファンに愛される放送局、おっさんさんテレビジョン50周年迎えたよ、これからも地元に密着してあなたの心に気づきと光を刺す放送、続けるよ続けるよイエーイ、続けるよイエーイイエーイ。